エスメラルダを演じる J ペローと C グリジー・エスメラルダは1831年にビクトル・ユーゴーが発表した小説ノートルダム・ド・パリに着想して作られた3幕5場のバレエ作品である。チェーザ・レプーニの曲にジュール・ペローが振り付けし、ウィリアム・グリーブが美術、コペール・プジンが衣装を担当した。1844年3月9日。 ロンドンのハーマジェスティーズ劇場バレエ団により、上演された。配役は、カルロッタ・グリジが、エスメラルが、ジュール・ペローが、グリンゴ・ワール、アルテュール・サンデオンが、フェビュス、アデレード・フラッシュが、フルール・ドリス、アントワーヌ・ルイクーロンが、カジモドであった。今日では、ロシア、東ヨーロッパ、そして、アメリカのニュージャージー州以外で、全幕の上演が行われることは、ほとんどない。 ニュージャージーバレエ団は2004年に、米国で初めて全幕を上演した。西欧諸国のバレエ団のほとんどは、エスメラルダが登場するパドドゥおび、パドシスの2場面と、ディアナと、アクティオンのパドドゥしか上演しない。なお、ディアナと、アクティオンのパドドゥはしばしば1886年に、マリウス・プティパが、マリーンスキー劇場での再演にあたって追加した、ものだと紹介されるが、正しくなく、 実際は1935年に、アグリッピな我がの我が、プティ・バフリツケ、プーに及びドリゴ作曲の別のバレエ作品、カンダウレス王からアレンジを加えて取り入れたものである。このうち、ディアナのバリエーションは、現在では、バレエコンクールにおいて参加者が演目として取り上げる、ことも多い。ローランド・ジョン・ワイリーによるあらすじは、以下の通りであるが、バレエにおいては異なる人物により幾度も、 改定されており、それぞれの内容は必ずしも一致しない。美しいジプシーの少女エスメラルダは、詩人ピエール・グリンゴワールが、ジプシーの王に処刑されるのを防ぐため、グリンゴワールと結婚する。グリンゴワールはエスメラルダに、心奪われるが、エスメラルダは、この結婚はあくまで、グリンゴワールの命を救うための狩り始めのものだと、はっきり言い放つ。一方、 グリンゴワールのみならず、ノートルダム大聖堂の助祭長、クロード・フロロもエスメラルダに就寝していた。フロロの熱の上げようは、危険なほどで、醜い下男カジモドに、エスメラルダを誘拐するよう命じる。カジモドは、通りで、エスメラルダに襲いかかるが、エスメラルダはフェビウス率いる、衛兵隊に助けられ、カジモドは捕らえられる。フェビウスはカジモドを拷問にかけようとするが、 エスメラルダは自分を襲ったカジモドを釈放してやる。よう願い。カジモドは、エスメラルダの優しさに深く感動する。エスメラルダは、フェビウスに思いを寄せ、フェビウスもまたエスメラルダに魅了されて婚約者フルールド、リスから贈られたスカーフをエスメラルダに与えてしまう。翌日、フルールドリスとその母親は、 フェビウスとの婚約を祝う壮大な祝賀パーティーを開くが、当のフェビウスはエスメラルダのことで頭がいっぱいであった。エスメラルダはパーティーの余興を演じるために呼ばれていたが、会場でフルールドリースの婚約者がフェビウスであることを知って心を痛める。一方のフルールドリースは自分がフェビウスに送ったスカーフをエスメラルダが身につけていることに気づき、フェビウスが 他の娘と恋に落ちたことを知る。フルールドリスは大いに怒って婚約を破棄し、フェビウスはエスメラルダと共に去ってゆく。二人は酒場で愛を誓い合うが、それを居合わせたフロロに盗み撃きされてしまう。嫉妬に狂ったフロロはエスメラルダの部屋から盗み出していた探検を持って二人の背後から忍び寄り、フェビウスを突き刺す。フロロは経理を呼び、 倒れたフェビウスと狂気の探検を見せる。探検がエスメラルダのものだとわかると、エスメラルダはフェビウス殺害犯として経理に連行され、死刑を宣告される。翌朝の夜明けにエスメラルダは、フェビウス殺害の角で、公主刑に処されることになった。エスメラルダの友人や、グリンゴワールがやってきて、エスメラルダに別れを告げ、フロロンは勝ち誇っている。 エスメラルダが公主代に引き出されるが、そこに死んだはずのフェビウスが現れる。実は、刺し傷は致命傷ではなかったのである。フェビウスは、真犯人はフロロであり、エスメラルダは、全くの無実だと宣言する。悪事が露見したフロロは、探検を取り、フェビウスたちを泣き物にしようとするが、火事元に奪われて刺し殺される。こうしてエスメラルダとフェビウスは幸福のうちに再会する。 エスメラルダ役の V 好き、ありがとうございます。